ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、渚にて。監督は、スタンリー・クレイマー。1959年の作品です。核戦争後の1964年、北半球は放射能で汚染され、生物はことごとく死滅。オーストラリアに生き残った人々も、次第に忍び寄る放射能の恐怖に怯えながら、残り少ないであろう日常を、粛々と生きてゆく、というお話です。出演は、グレゴリー・ペック、エヴァ・ガードナー、フレッド・アステア、アンソニー・パーキンスほか、週末小説の古典的、名作の映画化、大掛かりな特撮もなく、普通の人々による、日々の営みが映し出されます。印象的なラストシーンは要注目。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。